今日あの安藤さんに初めて会うんで貢ぎ物を一つ。そう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 。これ本当ですか。何ですか。くだらないものだったら捨てちゃっても構わないけど、なんかダスマル島本で買ったやつ。島本さんの楽天ショップ。なるほど。ダスマルで買ってきたやつ。ちょうど家でスポンジ切らしてたんですよ。ありがとうございます。優しいな。よかった。使ってください。ニュータイプかな。ニュータイプだと思う。この間島本さんと会があったじゃん。はいはいはい、ありましたね。なんかあの人ベラ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 人の漫画の書き方喋っちゃってさ、はい、超営業妨害だったの。基本的に褒めてくれたから、はいはい、こっちは気分いいんだけど、はい、なんかモヤっとしててだんだんこう僕が書きづらい方書きづらい方に行くわけ、はいはい、で今週もネームやっててこれやったらまたカジュアリズムとか言われちゃうんじゃないのめちゃくちゃ書きづらいよって洗脳されてますよ。だから僕も島本さんのやつ暴露してやる、はいはいはい、こっちも英語部がしてやるよと思ってやろうわざわざ脱丸島本を検索して、はい、あそこで島本さんの同人誌も手に入れてもちろん商業誌がほとんど読んでるから、はい、で脱丸島本で3冊ぐらい買ったの、うん、これと一緒に、うん、スポンジと一緒に で見た暴露してやるぜと思ったらあの人さ自分のこと全部自分で暴露しちゃってんだよね。もうあの人スパークですからね。嫌になっちゃった。暴露することがなかった。そう。なかったの。嫌になっちゃったよ。東京都在住の森川ジョージさんから、はい、Gガンダムの漫画読んでますって伝えてくださいと。ごめんなさいね。昔ね、20巻ぐらいまでは買って読んでたんだけど、一回止まったの。あ、初めの一歩の話。そう、初めの一歩。はい、それが最近ピッコマかなんかで、あ、そうですね、無料で読めるとか言って、ね、全然無料でなんか読めやしね。はい、5話ぐらい読んだら、もう時間待つの、経つの待てとかさ、課金しろとかでしょ。いろんなハードルが。もう、あーとか思って、うん、電子でやっちゃいまして、やっちゃいました。今80巻までいきました。いやー、結構来てるよ。半分超えましたね。超えましたね。60巻まで読んだ時に奥付け見たら2000年って書いてあって、はい、うわまだ23年くらいあるんだって。確かにそれ考えるとすごいスパンだね。書いてる人がすごい。うん、すごい本当にすごい。でもね、20巻でやめて間違ってた。あそこからだった面白いの。うん、初めの一歩は。初めの一歩素晴らしいです。俺ね、だから今回森川さんが G ガンダム見て的確なことを言ってるじゃないですか。そうですね。社会現象になりましたからね。うんはいはい、私見てて、はい、見てたんだ。思ったこと同じこと言ってるけど、はい、私は一切それにチャチャを入れたり、はい、ネタバレをしたりしないように黙って静観してたんですけど、はいうん、一言言いたかったのは、はい、あなたは私と同じように梶原一騎で育った世代だから、うん、意見が同じですねみたいなことを、うんうんうんG ガンダムの基本ストーリーって、うん、梶原一騎ではないあれでできてるんですよ、はいはいはい、だからちょっとこうもやってするんですよ、はいはいはい、それを私の漫画では、はい、梶原一騎にしてるんですね。そうそうそう、はいはい、そっちに近づくように頑張ってるんですけど、はい、その梶原一騎さんメソッドってのがあって、はいはい、それを初めの一歩を読むと、はい、あーあーあああこの人はだったちゃんと分かってる分かってるとジョージ分かってるとすげえなーと、はい、感動してしまいました。もう普通のことを書いているシーンなのに泣けてくるんですよ、はいはい、だもう私も車に構えた俺の新しく考えたものはもういいや普通に泣きたい60を超えてついにまあいろいろあっちこっち飛んだけど結論として50超えて思ったのが、はい、普通に見たかったものを書こう、はい、素晴らしい感動するわ、うん、今まで自分が書いた単行本で読み直してこここうすればよかったのにっていうのをあの去年の冬の薄い本で40周年記念本って書いたんですよ、うんうん、40年一筆ってタイトルでねあのダスマルっていうで買いますから楽天ショップでやってますから、はい、私が、はいはい、どういうことかっていうと、はい、例えばスカルマンをやった時に、はい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 、スカルマンピンチになった時ハチ女が助けてくれるんですよ、はいはい、でハチ女はカメレオンと戦って溶けて死んじゃうんですよ、はい、で助けてもらったスカルマンは俺を助けてくれたのに何もできなかったって言って溶けた女に向かって、うん、俺は何もできなかったって言うんだけど、はい、それ最近読んでがっかりして私自分で。なんでよ。女性が命を懸けて自分の命を救ってくれた女の人が、うん、死にそうになってるのに何もできなかったってないだろうと、うん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 、もうね行って抱きしめてやれよと、はいはいはい、そして幸せに死なせてやるんじゃねえのかって思ったから、はい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 、もう薄い本で、うん、蜂女って言って俺はお前はなんだっけ愛してると言って達夫愛してるよって
それをやってあげないと溶けるに溶けられないだろう、八郎さんも。熱い。そのね、面白い、もうね、なるほど、読んでる人もキャラクターも幸せじゃないように私書いてたんですよ。なるほど。なんだよって。もうなんか恥ずかしくて恋愛描写から逃げてんだろうなっていう。でもその時はでもそれがベストだと思ったん、ね、そうですね。いや、時代もやっぱりあって、うんうん、今はもうそういうのが普通にドキドキでやれるけど、昔はやっぱり恋愛っていうのをちょっとそんなに重要視しない、恋愛漫画だってそんなに進まないのがやっぱり作法だった時代がありましたよね。いや、島本さんの世代は特に大変だったと思います、ね、はい、だから、大学に入るぐらいに70年代のものはダサいっていう空気が始まりますよね、はいはい、それでスズメパイレーツが来て、はい、マカロニホーレスとかで来て、正面よりもずらすっていうポストマナーが始まるじゃないですか、うん、なんちゃってみたいな、うん、あとは巨人の星をパロディにするの流行ったんですよね、父ちゃん俺は猛烈に感動してるってやつ。だから素直にそこで感動するっていうのはかっこ悪いことだっていうところからパロディ文化始まって、第一世代ですよね、それの。そうですね。いや、っていうか、今考えてみたら、はい、ギャグをやったわけじゃなくて、俺たちはあの生き方ができないから、はいはいはい、こう生きるしかないんだって叫びだったんですよ。うん、真面目にやってるけどギャグになっちゃう、うんうん、からかってたわけではない私は。はいはいはい、でさっきの話になるんだけど、ちょっと戻していい、はい、もちろんですどうぞ。で昔は、はい、なぜその恋愛とかを、はい、そこが進めちゃいけないっていうのはやっぱり明日のジョーの呪いがあるんですよ、はいはいはい、そうなんです。好きなのよ矢吹くん、あなたが、うん、はい、びっくりした、うんうん、って言われた。マスコミに行ってみなっていう、うん、飛びついてくるぜみたいな、うんうんうん、もう茶化しちゃって、でパターン、矢吹城がね、そう取り合わないようにしながら、はい、リング世界一の男が俺を待っている、はい、それが美しいと思っちゃう、はい、そうですね。そしたらもう我々はそういうものを書くしかないわけですよ、うん、それが美しい、だって感動しちゃったんだもん、はい、で最後にグローブをあげるのが愛、はいはい、で沢田研二 の、 勝手に仕上がれのネタ振りしてる間に出て行ってくれるんですよ。そうね、あれが70年代の男の美学ですよね。美学、星飛雄馬もそうですね。皆さんを愛した以上は今後は女性を愛さないことを誓おう。誓うないや梶原先生誓ってないのに、ね、めちゃくちゃ梶原梶原イズムじゃないですか。だからすごい。そうなんだって、梶原イズムを継ぐにも継げなくなっていく時代が始まっちゃう。それがちょっと違うぞっていう空気になってきちゃう。そうするとパロディになっていくっていうね、しょうがなかったんだよね、うん、島口先生が一番影響を受けたのってやっぱその梶原先生の絵的な石の森先生なんですか。いや、おそらく私の年代はいろんなものに影響を受けて混ざった、うん、だから最終回は梶原一騎先生の最終回が美しいと思ったし、そのアニメ版もそうだし、うん、宇宙戦艦ヤマトの最終回も素晴らしいしみたいな、はい、そんないろんなものの考え、あと絵的にはうわー危険なことをまた言わせようとしてるね。まず私が小学校の頃は手塚治虫先生がトップでしたから、はいはい、頭の中で、うん、手塚先生が一番ちゃんとした美しい漫画をきちっと描いておられる、それを継承していらっしゃるのが石ノ森先生、藤子先生であり松本零士先生であり、はい、で違うところに千葉哲也先生がいらっしゃって、はいはいはい、明日のジョーからもうかっこいい漫画というものを作られた。かっこいい漫画、単に梶原先生だけだと喧嘩に疎い我々はついていけないところを、心優しい千葉先生が漫画にされることによって、はいはい、ついていけるものになってる、うん、ジョーは不良だから本当はやってることがちょっと一巻あたりついていけないんですよね。ああ嫌だ嫌だみたいな、はいはい、それがシャイなナイーブな心情が入ってくるから感情移入ができるようになってくるんですよね、うん、もう千葉先生の力でね。でその2つ、梶原先生のストーリーテリングと合体して素晴らしいものになってきますよね、はい、すごいな、美しいな。で私が炎の転校生書いた時に、はい、編集部から言われたのは、はい、当時だからラブコメが流行ってきて、はい、みんなそっちに行く中で、うん、古い漫画大好きな編集部なんですよ、はい、編集者っていうのは、うん、漫画家と違って新しいことを考える仕事じゃないん で、 そうです、ね、今までヒットしたものの、はいはい、メソッドで新しい、はい、新人を育てなきゃいけないっていう、はいはい、でも新人は新しいことをやりたいからぶつかるんですよね。そうですね。で編集者は私に、君は昔のストーリー漫画の絵に近いから巨人の星を勉強しろって言われて、うん、炎の転校生なんて一発屋のアイドルと同じだからすぐダメになるぞって言われて、めちゃくちゃやな。それがすごく心に響いて、ずっ
と巨人の星分析を、はい、その後してたんですよ。だから森川ジョージさんと巨人の星の話をしてもちゃんと成り立ちますよ私は。じゃあぜひやりましょうよ。話し始めるとキリなくなっちゃうんだけど。いいですよ、ぜひお願いします。あの一例を挙げるとすれば、はい、必殺技って出されるじゃないですか、はいはいはい、で梶原先生の出す必殺技は、はい、出さなければこの世界で生きていくことはできないっていう主人公の涙の技なんですよ、うんうんうん、だけど、ね、必殺技なんていうものに頼っていては本来いけないから、うんうん、その技を使うと体が壊れる仕組みになってるんですよ、うん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 、代償が大きいわけですね、うん、確かに命と引き換えだ。その代償と引き換えに出すっていうところに儚さがあって、うんうんうん、こればっかりで生きてってはいけないんだよっていう痴漢も最後破滅しちゃうんですね、うん、でところがそれをそこまで読み込んでないスポーツ漫画家は、うん、あの普通に必殺技出させちゃうんですよ、はい、引き換えなしで、はい、それはまあね、はい、それだと、はいはい無敵じゃんって。そうですね。そういらっしゃいますね、そういう。で、初めの一歩で、デンプシーロールが、体壊すってなった時に、梶原。はいはいはい、あ梶原分かってんだ、やっぱりジョージ分かってる。ジョージさん、すごいあ、そういうことだったんだ、あれ。あれで、必殺技は体を壊すっていう、梶原同士の心のつながりがありました。交流がね、うん。なるほどね。そういうことだと思いますよ。なるほど、ね。かなり体に負担かかりますもんね。でもそれは知らないけどいや漫画の中では漫画の中ではね、うん、そう負担がかかるっていう設定にしておかないと、うん、最初のデンプシーではそんなに負担かかんないんだけど、はいはいはい、あれを途中で止めたりするとっていう、うんはい完璧に近くすると負担がかかるっていうのはもう梶原一騎って感じですよね、うん、素晴らしいですよ ね、 そうなんだね、うん、いや全然読み方がやっぱ違いますね、ただ読んでも面白いけどちゃんとメッセージがあるのが、好きなキャラとかいるんですか一歩で自分でこれ書いてみたいなってことある。木村が好き。木村こっちドラゴンフィッシュブロー今80巻まで読んで、うん、私のベストバウトは、はい、木村の試合と木村とマシバですね。マシバじゃない、うん、マシバじゃないんだ。ちょっと待って、木村は自分のベルトかけた戦いで、はいはい、あのよそ見をするという必殺技を考えた回、うんそれ青木村だからね、あれが素晴らしかった。いや確かあれはもう読んで衝撃的でしたから、あれはよくあんな思う、パパイヤモノの戦いもいいんだけど最初のあのよそ見は素晴らしい。それと真柴対、はい、沢村ね、うん、あれもそうだったな。あれはねあれを読んであまりにも感動して自分って反則使うやつ好きだったんだちょっとね自分の感じで。ヒールは結構そうそうだからドカベンで、犬飼小次郎だったっけ、はいはいはい、土佐丸高校が一番好きな理由が土佐丸派なんですか。そうすごい分かりますそれが不思議だったんだけどずるいことをしてくるラフプレイって好きなんだ俺って思った、うん、あのちょっとわかりますね。だからあるラウンドから沢村対真柴反則やって沢村からやるじゃないですか、はい、でそれを真柴がどう返すかってワクワクしながら読んでるあれどっち勝つかマジでわかんないんで。だから、はいはい、あのジョージ先生みたいにちゃんとした感動、はい、自分がウキウキして楽しいキャラクターも、はいはい納得できるような話を書こうっていうのと、絵も勉強したから全く違う今年23年から全く違う島本和彦になっているはずだし、最近ちょっと暗いニュースが多かった。そうですね、うんはい、で去年とかも暗いニュースが多かったん で、 そうです、ねまあ、コロナも明けて明るくなっていかなきゃいけないなと思って、はい、そうですよ。だ今年私もラジオやったりテレビ出たりするんだけど、ね、明るいオーラを、うんはい、大事です伝えていきたい。大事大事、うんはい、だからね十分伝わってきてます。今まではねジェラシー芸をねやってます。あいつこの野郎ってそれもね結構ね山田さんと被るんだけど、はい、あの本当に確かにそう売れてる漫画家を捕まえては、はい、あの野郎とかこの野郎畜生とかいう感じだったんだけど、もうそれもやめて、ね、やめて。深川さん素晴らしいです。そうですよ。もう相手が売れててもうよいしょされる必要がない人でもよいしょする、はい、よいしょしましょう、うん、してきましょう。なぜよいしょ気持ちがいいから別によいしょしよう。いいものはいいって普通にいいだけです。本心で言ってるだけですよ。よいしょよいしょじゃなくて、いや上げてこ上げてこ、うん、いいですね。それがですね必要なんじゃないかと。はい、なるほど、はい、いいですね。それでやっていこうと思ってるところでございます。